ゆうなに今日はお願いします。私今激太りで自分に甘々にしてしまい激太り中なんです。なので今日はねリフトアップの施術をやってもらおうかなと思ってて、体も結構気になるから体もやりたいんだけど、まず顔とウエストと、まあ、腕周りとできれば足をやってもらいたくて、最近ちょっとやるの怠ってたブライトタイトニングトリートメントをやってほしいなと思ってます。はい、お願いします。効果もあるのに、ノーデ周りとかの、うん、カルミケア、うん、ね、もう放置できないこれは。とかあとお腹の脂肪燃焼にすごい特化してたりとか、うんうんうん、ストレッチマークとかも消えたりするぐらい、うん、いいトリートメントになってます。足はむくみが良くなったりとか、うん、元の足の形が出るトリートメントになってます。それを求めてたお顔はアンチエイジングの効果もあるので、シワとかにも効果で、根元とかのほうれい線にもいいトリートメントなので、じゃあ今日はフライトタイトで綺麗にしてもらおう。お願いします。磨いてくるね。お願いします。はい、ありがとう。今日はこちらのお部屋で施術してもらいます。お願いします。下の方が気になりますか？気になる。やっつけてほしい。はい。始めていきます。はい。あったかい。ゴリゴリは老廃物？老廃物、リンパの流れが滞ってますね。あら。甘やかしすぎたな。正月はゆっくりできましたか？ゆっくりできたよ。毎年伊勢で、お参りして、その後鳥羽の方にも行く。おゴリゴリ。ここが老廃物のポケットと言われてます。なるほどね、老廃物のポケットだって。確かになんかそこに溜まってそうな予感するもん。おお。効きそう。気持ちいい。気持ちいいですよね。うん、だいぶ温まってきました。だいぶ温まってきた。おお。おお。おお。すごいね。いい。細くなったくない？引き締まって。引き締まったくない？全然。ノースリーブ着れそう。失礼します。次足やります。はい。むくんでるかもしれないですし、うん、あ、そう、そうそうそう、昨日さ、はい、ディズニー行ったの。え、そうなんですか？だからめっちゃ歩いて、もしかしたらすっごい歩いたから、うん、硬くてむくんでたの。でも血行が良くなって白くなりました、足が。あ、本当？うん、嬉しい。下腹脂肪もそうだし、食べるとすごい下腹出ちゃう。下腹ですか？うん、下のお腹中心的にやります。お願いします。結構温まってる。
腸が活動しそう、しそうな感じ。お腹が一番温まりましたね。お腹すごい温まった。脂肪燃えた感じで。クレンジングからしていきます。はい。最近唇が超乾く。乾燥するよね。本当だ。クリーム塗らなきゃ。おすすめありますか、美里さんの。なんだろう、あれかな、ケアリップ。失礼します。あ、モアリップだ。モアリップですか。うん、買っても買ってもなくしちゃうね。温度確認お願いします。大丈夫ですか。大丈夫です。失礼します。まずクレンジングして、毛穴の洗浄して、肌をきれいにしてから、引き締めのさっきと同じ高周波の機械を当ててもらいます。最近はハイフとかも、まあ、主流だったけど、やっぱり高周波ってラジオ波とかがもう人気で、ハイフはこう脂肪がたくさんあるところにはねすごくいいんだけど、やっぱ全体を引き締めるっていうことに関しては高周波の方が断然私は好きかも。足マッサージ、ありがとう。スペシャルコースです。スペシャルコースだね。注文いただきます。体楽になりました。体楽になった。なんか脂肪が柔らかくなった。あ、すごい、やっぱ脂肪燃焼効果も高い。整体師さんとかも使ってるとこ多いみたいで。素晴らしくない？素晴らしい。素晴らしい機械だよ。めっちゃ優秀ですよね。鼻が一番取れるかもしれない。うん、結構いい感じに。いい感じに見えてる。あ、すぎた。わお。なんかゴリゴリ言ってる気がする。これはリンパが詰まってます。これもリンパが詰まってます。あちこち詰まってるね。顔に当ててます。でもシュッてしてきましたね。中身がリンパ流す工程なの。むくみが取れてきてる、うん、フェイスラインのところがくっきりと、うん、うん。本当にさ、こうやってメンテナンスしておかないと、放置するとずっとその形でさ残っちゃうから危ない。月1は必要ですね、うん。なんかセルライトになると2年間ぐらいかかるみたいですよ。自分の力とかマッサージでやるってなると、うんうん、それを取り戻すのに倍の時間かかるみたい。怖いです。やっぱこうやって機械とか熱の力を借りないと、セルライトはもうほぼ難しいと今言われてます。早めに対処しておくのがキーポイントですね。一番すごい。聞いてますか。すごい、すごいよ。なんか全然来てる。そうなんで、今やってる工程が一番こう深くまで浸透してくれる機械で、うん、筋膜とかまで刺激してくれるので、うん、一番骨に近い部分まで当てることができる機械です。顔やりますね、うん。多分口角がピクピク動いてます、うん。ここがすごいシュッてしてます、うん、うん。
首のボトックスが効きすぎちゃったから高周波で温めるとちょっとねマシになるからボトックスが効きすぎちゃった人にもおすすめ。ちょっとさ、こう食べ過ぎちゃった時の調整とかって何してます？ベベに来て、ブライトタイトニングトリートメントで使ってるウィンバックの機械を当ててもらうか、あと最近はチャコールクレンズ、いいですよね、プロラボのチャコールクレンズとトークレンズを飲むようにしてる、でそうすると糖質とか脂質をある程度カットしてくれるから、なんか食べても大丈夫だろうっていうもう気持ちは0キロカロリーになってるぐらい結構助けになってるかも。シワだったり細かい部分へのアプローチができるので、これすごいよね。バンドをつけることによって手から電流高周波が出るようになるから、機械で当てられない部分まで細かくこうやってトリートメントできるのが本当に魅力だと思う。これやるとほうれい線とかマリオネットラインが良くなります。ありがたい。これは筋肉を動かしてる、一番効くんですけど、ゴリゴリするの分かります？めっちゃゴリゴリ、引き締め作用が一番強い、今まで熱でほぐして引き締めたところにさらに奥の方まで引き締めをしてくれる機械。これやると本当に一気にフェイスラインが出てきたりとか、頬のこうもたつきがなくなるので、これも大事な工程の一つ。人生だけしちゃいない。今ずっとこう機械を使って温めてたので、最後鎮静する工程でやっていきます。これはすごいね、ひんやりして活性させた肌を本当に休ませて沈ませてくれてるような感覚がある。さらにこれで引き締めができるので、そして固めるみたいな、固めるリフトアップしたところを固める。反対やります。ハワイの YouTube 可愛かったです。あの時、ハワイに行ってリアルに 3.5 キロぐらい太っちゃったの。1週間ぐらいですか？1週間ぐらい。今このパックはおやすみトリートメントでも使用してる鎮静するパック、お肌の成分量を一定にしてくれる効果があるので、冬とか乾燥する方にもおすすめしてます。手荒れとかにもよくて、冬のひび割れとかにのせてあげるとすごい鎮静されて治りが早くなるので、オプションとかでもできたりするのでおすすめです。座っていいよ。本当？うん。じゃあちょっとパックを置きます。施術が終わりました。どうかな？リフトアップした気がする。なんか肌が白くなった気がする。そして今日はこの辺で食べ過ぎないように気をつけて過ごそうと思います。今日の結果を無駄にしないように。それではじゃあねー。